これちょっと質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。今日タブレット熱そう。どうしてちょっと冷めたわ。ほんまに？なんでこれ？ほんまに？さっきよりちょっと冷めたけど。あ。普通にクーラーつけてんねんけどな。どうして？まあいけてるな。じゃあ最初よりマシや。何飲んでるの？ほうじ茶。明日20時にネマハモ動画解禁になってね。あれが解禁されるのか。あの動画がついに解禁されるのか。よかったら見てください。ヘトヘトだったからね。裏話は1ヶ月後ぐらいに喋るわ。1ヶ月後ぐらいにして上がる動画の裏話でも話すわ。どこに上がるの？ YouTube、 AKB の YouTube に上がるよ。シブパラの発表が、そう、シブパラはね、今月はね一人になっちゃった。今月はぼっちでシブパラします。寂しい。ぼっちやって、今月は
いいけどね。寂しいからみんな聞きに来てね。一人で寂しいから。シムパラ。あと4日後か5日後ぐらい。1,2,3,4,5 あと5日後です。行ったらあかんのではない。観覧は禁止です。ただただで見れるので、大西の渋バラはただで見れるので、それを聞きに来てくれたら嬉しいです。一人やって「ただイエーイ、ただ万歳、そうただやで、ただで50分間聞けちゃうからね。今月は誰呼ぼうかなって思ってたけど、そう、全国って渋バラ、うん、渋バラって全国に流れてる。どっからでも聞ける、インターネットで聞けるからね、渋谷クロス FM は。どっからでも聞けて、どっからでもたったです。大丈夫そう。なんか今コメントで、ちょっと待ってよ。そうだな。あれ？そうでもない？あ、でも予想される最大震度は震度2やって。まあ、じゃあ大丈夫なのか。テレビつけます。なんで逆にテレビ切ったの。テレビつけとかなかった、なんか切っちゃったのと思いまして。
せっかくの休みなのに九州は雨ひどすぎてなえなえですって。今日奈良もなんかすごかったらしいで雨。ママとラインしてたけど。そう、雨やばいってママ言ってて、大西もさ昨日夜からさ洗濯干したのよ。まあええわと思って、朝今日さ7時ぐらいに起きてさ、でここでメイクしてたので、ふとこう窓の向こうを見たら物干し竿がなんか濡れてる気がして、そうでしょって思って下見たらびしゃびしゃやったから、あー洗濯物終わったと思って、まだトイレてない現実逃避してます、もうトイレられない、あの洗濯物たちを。にしは明け方も降ってたっぽいし、なんならもう仕事だって帰ってくる時も降ってたし、電車乗ってその後もあれ降ってなって、またあのさ洗濯物濡れたやつをさトイレてさ洗濯機に入れてさってしやなあかんねんで、もうもうさ、嫌になっちゃうわ、雨続きそうだねってマジ。なえるよねって、なえるよ、いやなえるよ、雨の時は浴室乾燥。じゃあコインランドリー愛してる人間なので、まあ浴室乾燥もあるけど、私はコインランドリーが大好きです。なんて便利なコインランドリー。コインランドリーで乾かして、でその乾燥が終わった後のあの洗濯物のあったかさをこう抱きしめながらお家に帰るっていう、あれがいいんです、あれが気持ちよいんです。あの暖かさがいいんです。ほわほわしてるよねって、うん、気持ちいい。なんか昨日さそれこそコインランドリー行ったのよ。乾燥し終わってよしと思ってこう袋抱えて帰ってて、ふとなんか横見たら車の上にね猫がいたのよ。そう、え猫やと思って、向こうと目合ったのパッて、え猫と思って
で向こうもずっと見てて、え、そんなとこ登ったら怒られんで、ニヤニヤしながら近づいてマジ猫から見せたらさ、めちゃめちゃ気持ち悪いよな、思うし、そう、なんかボソボソ言いながらさ、まあマスクつけてるからニヤニヤしてるのはバレてないと思うけど、近づいてって、え、いいの？そんなとこ登ってとかってマジ気持ち悪いよね、ごめんね。そう、でもめっちゃ可愛かったもん、昨日の猫、え、まん丸子猫かなと思った、わりかし大きくて、なんか小5の男の子って感じの猫やったわかる、なんか雰囲気小5の男の子って感じ、グレーのね猫だったわ、マジ可愛かった。可愛い、なんか雰囲気が小5の男の子やった、元気いっぱいな感じ、いや活発ではない、なんかちょっとおとなしそうな、結構読書の時間とかはちゃんとしっかり読書してるタイプの、肌の白い黒髪の小5の男の子って感じみたいな感じの猫やった、わかる？そう、うん、そう、そんな感じの猫がいた、マジで可愛かったインテリタイプか、そう、インテリ物静かな感じやな、物静かで、弟感ある感じかな、あーでもうん、お姉ちゃんがいそうな感じ、そう、お兄ちゃんじゃない、お姉ちゃんがいる弟みたいな、あーうん、それそんな感じの、そう、猫がいた、鬼おねおねです、いろんなあれがなんか一緒に出てきそうじゃん、いや優しい、なんかそう、なんかそんな感じ、いや知らんけど、そうにあって、これ猫の話ないけどさ、そう、そう、かわいい、いやもう最近ほんまにさ、なんか動物たちに飢えててさ、なんか YouTube でもずっと動物見てる、なんか今日撮影現場にさ犬のぬいぐるみがあったのよ、ずっと持ってた大西、なんか可愛くてもう飢えてるよ大西飢えてるんだよ動物に、会いたい猫ちゃんワンちゃん、もうなんかそう、この腕に抱かれてほしい大西の愛情を受け取ってほしい、トラちゃんかチョロちゃん来てくれへんかな、こっちあー動物なら何でもええのって、うん、ペットで飼える範囲の
ほなら。最近はでもね、ワンちゃんの動画がめっちゃ流れてくるのよ、 YouTube に。豆柴のね、ちっちゃい子がね、3匹いる YouTuber の方っていうか、なんかそう、豆柴と柴犬をあげてらっしゃる方がいて、もうその豆柴がさ、もう可愛すぎて、もうすごいのよ。あとパグも可愛いの、ワンちゃん。もうさ、柴犬大好きなの。もしワンちゃんの中で柴犬が一番好きなの。そう、うん、ねえ、いやー、本当に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 柴犬かわいいよね。ってかわいいよね、柴犬大好き。おいしい、お散歩連れて行けるって。どうなんやろ、一人で飼うって絶対大変よねって思う。なんかまださ、こうまだね、いや、そもそも一人で動物を飼うのって絶対大変やと思うねんけどさ、プラスさ、こう仕事がさ、なんか定まってないとさ、定まってないっていう言い方をするとあれやけどさ、こう朝9時に会社行って6時に終わって帰宅とかさ、決まってるのとさ、決まってないお仕事があるやん。そう、予定がさ分かんないからさ、AKB で一人暮らしで飼ってる人っているのかな。ネギさんね、猫ちゃん飼ってたけど、現役で一人暮らしで飼ってる人っていなさそう。ワンちゃんとか猫ちゃんとか、しかもさ、猫やったらさ散歩とかいいけどさ、ワンちゃんはさ一日ね1回2回はね連れてっとかなんね、あれだから。ワンちゃんはね、しかもね、寂しがり屋さんやから飼うのは難しそうよね、一人では。猫か犬じゃないとあかんの？そういうわけでもないねんけどさ、いろいろ調べたこといっぱいあるのよ。なんか一人暮らしでも飼えるなんか動物みたいな。でもやっぱり飼おうと思ったらね、ほんと動物ってね大変でね。そうなのよ、そうなのよ。でもね、希望としてはね、
抱きつきたいのよそうゆなんかね、大西んちにいた猫はさ両方ともこうやってささせてくれてたからさこうさせてくれるにゃんこじゃあもう猫だああねえ、黒猫はいいぞって、黒い猫ってほんまに綺麗よね。なんかさ よくっていうかね、結構ねすれ違うのよ外で。そう、黒い猫でさ、黒い猫がさ目の前をさ横切るとさ、あんまいいこと起こらへんみたいな言ったりするやん。いやもう猫が目の前を通った時点でさ、もう幸せなわけやからさ、そんな迷信はさ良くないと思うんだよ。だってもうその時点で幸せなんだから。うん、いやほんまこう外で猫とすれ違った時のあの幸せっていうのはさ、本当に大西は猫に感謝をしている。なんかそれだけで一日頑張れるもん。朝こうレッスンとかお仕事行くってなって、電車向かっててさ、別にお仕事とかレッスンが嫌なわけじゃないねんけどさ、でもお家から駅までのさあの道のりってさ、なんかさワクワクはせえへんやんなんか遊びに行くに関してもさ、ワクワクは大西せえへんのね、その道のりに関してってなるのよ。お仕事じゃなくてもはぁってなんかなるのよ。はぁってなりながらこう駅にさ向かっててさ、その時にさ散歩中のワンちゃんとかもさ、たまにこっち寄ってきてくれたりすんのがさ、もうほんまに幸せでさ、はあ、確かにお家から出るってことが辛いねって。そうせやねん。だからたまにさこう例えば朝9時から9時があったとするやん。で朝9時からまあ1時間レッスンとして9時から10時までやったとするやん。でその後間空いて5時からみたいなレッスンがとか、そういうスケジュール結構あったりするのね。そう、振り入れが少ない日だったりとかすると、ほんならさ朝の10時からさ夕方の5時まで時間空くわけやん。そう、他のメンバーとかはさ、じゃあそのレッスンの時間空く時間は一回家帰ってみたいなってする子結構多いねんけど、大西帰ったことないもんレッスンの合間に今まで帰ったことないもん。だって帰ったらまたあの自分家から最寄りまでのあの駅をさ歩かんなあかんねんね。だって心がしんどくない？なんかいや別に嫌なわけじゃないね、レッスン楽しいね。でも家からその最寄りまで歩くのがなんか嫌なんです大西は
なんかさ一日休みとするやん、明日なんかお仕事とかなんか外でやなあかんかったとするやん、なんか前の日のさその出かける前日の夕方頃から、はあ帰りたいってなんか思うのよ、家にいんのに帰りたいってなんかもう言ってることを想像して、はあ帰りたいってなるの、なんかやばいよね。そうなんなんやろね。でもなんかそのさっき言った朝その10時から5時まで時間が空くとしても家帰んないんですよ大西は。でもその間で自主練とかしたりするんですよ。そうおのおの楽しいから、そうだから楽しいのよ、のレッスン場にいて踊ったりとか自主練したりするの楽しいのよ。でも行くってなったらさ、またそれはね、なんか難しいもんよね。そう。うんね。レッスン上で自主練してる方がなんか楽じゃない。一回家帰るよりさ。レッスン場に住んでそう、全然でもレッスン場に住めるおにし全然住める。絶対帰った方が楽やばって、みんなでもそれ言う、え何するのって言われるもん。でも大西ね、時間潰すのめっちゃうまいんですよそうなんかそう一回家に帰らへんっていうそのさことを大西はず今までずっとやってきてるから、多分レッスン合間にそのホテルとかお家に帰るってマジでなかったから、時間潰すのめっちゃうまい。うん。レッスン場やったら、まあ自主練できるやん。ダンスの練習もできるし、カラオケボックスみたいなところもあるから、歌の練習もできるし、提出物とかあるんやったら終わらせれるし。仮眠も取れるし、出かけようと思えばそっからレッスン場からどっかちょっとちらっと出かけてご飯食べに行ったりとかさ、そうね、そうショールームもできるし、みんな一回家帰って何をしてるんやろ、逆にね。うん、仮眠とかでもレッスン上でもできるんだもん仮眠は。だって一回さレッスンしてさお家帰ってさ寝てさ、その寝るのもさベッドじゃ、だってベッドで寝るってなったらその前にお風呂入りたいやん、外出てレッスンして汗かいた体でベッド乗りたくないじゃんってなったら床で寝やなあかんやん、床、家帰ってさ床で寝るのなら
レッスン場のソファーで寝たい。うん。シャワー浴びるんじゃないって。そんな面倒くさいことするの？シャワー浴びるってさ、大西さん。その軽くシャワーを浴びるっていうことができひんねんけどさ、シャワー浴びるってさ、どこまでがシャワー浴びる？もうさーってこと？なんかさ、軽くシャワー浴びるってさ難しくない？だってお風呂に入っちゃったらさ、頭洗って体洗って顔洗って、もうそれお風呂やん。それもうがっつりお風呂やんってなら。そう、そう、軽くってなんなんやろ。髪まで洗うと大変だよねってそう思うやん。だから軽くシャワー浴びるっていうのはもう体だけサーって浴びるってことなんかなと思ってんけど、でもシャーって浴びてるさ、ここ浴びたらさ、もう頭もさ洗いたくなるよね。でこうさ、あったかいのとか浴びてたらさ、そのあったかいの浴びてるだけでさ、じわじわ汗が出るわけやん。でさ、こもるわけやん、この辺に熱いのがさ。ってなったらもう洗わなってなるやん。でももう髪の毛まで洗ってもうたらさ、もうその髪の毛のさ、洗ってさ、泡とかさ、汚れとかがさ、顔面までつくわけやん。ってことはもう顔もさ、綺麗に洗わなあかんわけ。もうじゃあそれはもうシャワーを浴びるとかじゃない、お風呂やん、しっかり。ってなるよね。どう？難しい。しっかりお風呂に入ってしまえばもうそれはしっかり洗いたくなっちゃうよっていう話であってね。だからそのシャワーを浴びるっていうさ、それって難しいよね。だからレッスン終わりにそのさ、だってレッスン終わりの汗ベタベタなさ体でベッド寝たくないやんとか、軽くシャワー浴びたらいいやんって、軽くって言ってもさっていうことになるんよ。ねえ。そういうことよ。もうそういうのを考えたらもうめんどくさい。無人島は無理やなって。そう、なんか俺さ、それさ前めっちゃ考えたのよ。なんかそう、こないだ乃木坂に越されました、テレビ見ててさ、あのテレビ見た後って私大体さ寝れんくなんねんけどさ。そう、なんかいろんなこと考えて寝れんくなっちゃうんだけど、なんか無人島行くじゃん、メンバーが。お水とかもさ、なんかあるのかないのか分からんけどさ、
顔ってどうやって洗うんやろうと思って。いやもうそれ言ったら体もやけどさ、でも顔はさ化粧水とかさ塗らなあかんやん。ってことは顔面だけでもさ清潔にしとかなあかんわけやん。でもさそんなさ使えるお水ってさあんのかなって思ったらさ、難しいよね。そう、それを考えててこの間海水、まあ、海水をさあの綺麗にしてさやるとかはあるけどさ、顔ってね洗顔ってね30回こうやってやらなあかんねんで、その30回分をさ海水をさ綺麗にしようと思ったらさめっちゃ時間かかるやんって考えたらさ、めちゃめちゃ大変ね。身をある程度捨てるかもしれない、まあでも日焼けは絶対するよね。ねえ、あれ何人行くの？メンバー一人しか行かへんの？あれ無人島生活。そう、あれみんなじゃダメなんかと思って。一人？え、一人なん？え、無人島？一人やって、え、4人やで。え、どっち？え、どっかに書いてた？あれ私見つけられへんかって言った。え、一人の？一人じゃないよって。あれ？4人？あ、まだ発表されてない。あ、そうなん？あ、4人やって。あ、そうなんだ、発表されたなんかどれが正解か分からんけど。何日間って。でもなんかね動画が100万回再生いかなみたいな言ってたよね。あ、4人に絞る言ってた。あ、ほんまに言ってた？私が聞き逃したの。行きたいご様子って、うん、きっとこっと。行きたかったけど、でもショールームできひんかなるからさ、うん、そこよね、そこじゃない？もしランちゃん無人島行くってなったらショールーム配信できんのかな？もうやんないのかな？それと、そっか、そうか、ショールームできれば行くの。無人島っていうのはなんかだって
すごいさ自分の中でさめちゃめちゃ大きい経験になるくない？うん、もちろん大変やとはもうめちゃめちゃ思うけど、でもお西も参加したかったな。うん。ねえ。魚とか取れるって思って、ダメだ魚取れないや。あ、ダメだ大西あの山菜担当で行く。行くんやったら魚はダメだわ。ちょっと魚はねダメなんです。大西怖いの？いやなんかね、この年齢をさ重ねていくごとにそのさ生命っていうのに対してさなんか敏感になってくるのよ。もし今カードもねやっつけれないんですよ。なんかそうで、なんかそのそもそもお魚さんはねあれなんです。大西が入って1年ぐらいの時に漁に行ったんですよ、ロケで。そう船乗ってお魚さんをこう捕まえに行くみたいな。もうそん時も大西ちょっとダメなんですよね。なんかそう去年もね釣りしたんですけど、大西はね向いてないんです。そうだからね、じゃあ木の実探すね。私が無人島に行ったら木の実を探します。あと家作る。あとチネル。いくらでもチネる。おにしでもちねる。ちねります。海藻も、あ、確かに海藻わかめ、わかめ、わかめ。わかめなら取れるかも。でも取ったぞってしてみたいけどね、人生で一回。うん、泳げるん？もし泳げる、泳ぐのはね得意なんです。
潜れる潜れる、うん、水の中は得意です。息継ぎは好きじゃないけど息継ぎは嫌なんですけど、そう、大西潜れる。大西はクロールと平泳ぎと背泳ぎしか習ったことない。バタフライをやったことがないからできるのか分かんない。海ないよ、プールじゃないから海には波があるので。知ってるよ知ってるよ、海に波があるの知ってる知ってるよ家族で毎年本当に 5,6 回ぐらい行ってたんですよ、一夏に。そう、小学生の頃毎年絶対 5,6 回ぐらい行ってて、毎年真っ黒焦げになってたので。そう、パパがね海大好きだったんですよ。だから泳げるんです。兵庫の海好き。そう、舞子浜ってとこか和歌山の海に行ってた。そう、海ってなんか浄化されるよね。海の匂っていい匂いよね。なんか海って感じの匂いがするから好き。はあ、海来たって感じのあの匂い。そう、ねえ、やばくない？奈良にはドブしかないもんねって。大丈夫その発言大丈夫大丈夫それ本気で言ってる？大丈夫？本当に言ってる？そう、本気で言ってるならね、あんま言わない方がいいと思う。それはちょっとびっくりしちゃった本日ね、それはちょっとびっくりしちゃったよ。すごいよ、すごいよすごいね。それはあまり良くないよ。ねえ、まあ、奈良はね、川やって川があるけど、川もねちょっと危ないからね。でも川、家族で行った昔、綺麗な川、魚いるのよ。魚がこうやってこうやってゴーグルをこうやってつけて、それを上から見る。ゴーグルみたいなやつがあるのよ。なんかあれはゴーグルやったっけ、なんかでっかいゴーグル、こうやってでかいからさ、もうなんかこういうゴーグル、その時ちっちゃかったからさ、つけられへんくて、こうやってつけて上からこう覗く、魚
魚が見えるのよ。そう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 、あ、川行きたいな、森に行きたい。もうずっと言ってるよね、もうなんか私もう森に行って川に行ってぼーってしたいこれもうかれこれなんか 2,3 年前から言ってないよ、私ずっと言ってる気がする。疲れてますね。いや疲れてるわけじゃないのよ。そう疲れてるわけじゃないねんけど、行きたいの神社とかなんか緑のあるところに行きたい。そこに行って何がするの。ぼーっとしたい。なんかもう携帯は写真を撮るためだけに持って行って、なんかもうぼーってしたい。そう、なんか前って言ってもあれいつや、あれいつやっけ、あれだ、大西が引っ越す前だ、多分引っ越す前ぐらいに滝行きたいってなって、何やったっけ、桃の王の滝やったかな、奈良にある滝があんねんけど、そこママと行って、もう最高やったよね。その時他に誰も人おらんくて、そう、待って、ももちゃん疲れすぎてるって。違うよ、疲れてるんじゃないんです、好きなんです好きなんです、単純に好きなやと思う。神社とかそういう森林とか森とか緑、なんか奈良に行ってた頃はさ周りがさ緑やからさ行きたいってそういう風に思わんかったけどさ、でも好きでよく散歩とかはしてたりしたのよ昔から、家の周りとか。おばあちゃん家とか行っても絶対こう散歩して、そうとかしてたから、もともと多分好きで、でも急にこうね、こっちにいるあれが多くなったから、で緑がないから、あ、緑がない、緑があるところに行きたいって多分なってんやろね。そう、神社好きだし滝も好きだし緑も好きだし、あなたの部屋にはもうプラネタリウムがあるじゃない。違うの、プラネタリウムもいいんだけどね、部屋の、いいんだけどね、自然の星がやっぱり一番いいんだよ。自然が
結構な時間やってるのに35分に終わるわ。でも親からたまにさ、まあ今はさそんな外とか散歩とかさ行くのあれやなと思って行ってないけどさ、そう一人で散歩とか全然行ってた時はさ神社行ってボーってしてたそう、その大西が行ってた神社がね緑が結構あってね、そうそこでボーっとお茶飲んで、猫とかもいるから猫見て、おーちゃん散歩好きよねって、大好き散歩、お昼のね散歩も好きだけど散歩はね夜が一番好き。まあ行ける機会はちょっと減ったけどね、ちょっと今日前髪上げてたからボソボソと。そう、いや夜の散歩はねいいんですよ、とてもとても。注意だけどね、散歩するのはね、いろいろね。千葉はカエルがうるさい。いいね。カエルいいね。なんかこれ今の携帯さ、怒ってるか分からんけど。この辺にあるのよ、あとまた。去年の5月に撮ったやつ、動画やねんけど、散歩してて奈良で、そう都会に来たらこれが聞けなくなるからと思って撮ってたの、撮っとかな、もうなんか恋しくなったら聞こうと思って。滝の音もあるで、聞く？ちょっと待って。
滝です。これ滝の動画です。これ滝の音です。他にもいっぱい撮ったような気するけど、ないな。あ、ないな。そうね。もう一回聞いとく。変える。大丈夫。もうカエルの鳴き声大丈夫。懐かしいな、なんか動画が。やばい、もう36分や。終わらない。メールがかな。マジでね、懐かしいね、動画とかいっぱい残ってる。ターくんとの動画残ってるで。知ってる？ターくんって。大西がかっこよすぎて見れなかったある方なんですけど、ターくんっていうのは。そう、もっとあの AKB よ、 AKB のチームメイトの元京都府代表の太田奈央ちゃんって子の男装姿が、そう、あの関西白書っていうね番組で、あの関西メンバー6人いるけど、それの半分のメンバーが男装するみたいな企画があったの。土日女子側で、で、あの京都府、元京都府代表の太田奈央ちゃんと、元、兵庫県代表の山田七海ちゃんと、あの今もねいる滋賀県代表の浜さやなちゃんの3人がね男装したのよ。で浜が浜次郎っていう名前だったんですよ。で、山田が桐生院山田みたいな名前で、で奈緒がターくん、何だったっけな名前、ちょっと忘れたけど、でもターくんって呼んでたけど、そう、ターくんがもうイケメンすぎて、もうしガチで顔見れへんくて。そう、すごかった、あれみたいな。そう、びっくり。なんか大西一目惚れって信じひんのよ。信じひんっていうか、一目惚れって何っていう感じだったけど、あの時は一目見た瞬間からもう見れへんくなった。びっくり、すごい、あ、こういうことってあるんだって思った。そう、の動画が残ってる。そう。ターくんです。ターくん、機内モードにしてたら見れへんけど、そういうことじゃない。そういうことっぽい。いやでもな、なんやろ、いや今見たらなおやな。あれ今見たらなんか、あれなおやな、なんかあれ、あれあれ、あ、あ
れとかで、あれ、まあもう2枚ちょっと一応卒業してね、違うあの事務所に入ってますので、あの動画は 見せませんけど、あれ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 な、なんか思った以上になんかなおやったな今、あれ、まああるよね、恋は盲目って言うよね。ああ面白い。この数年でちょっといろいろ溶けてしまったのかな、もしかしたら。そっか、たーくん今の今まで片思いしてたけど、たーくん大西もじゃあそろそろ前を向いて。ないよね、そういうもんだ、大西の心の中にいるターくんは。あの頃のターくんは自分の心の中に秘めておく。ターくん今までありがとう。ちょ、もう42分や、終わらない、はい、終わるわ。終わります。多分どっかで探したらね、この動画出てくるから、ちょっと頑張って探してみて、インターネット上で。ということで、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位ケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がカメさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がマークアコードさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がユマットマークギリギリチョップさん、ありがとうございます、イエイ。そして、6位がボスブラックアットマーク餃子を歌え、メンルにエコアレさん、ありがとうございます、イエイ。そして、7位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして8位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がカキアットマーク、おにしぐんアットマーク、シュグ4年10ヶ月さん、ありがとうございます、イエイ。今日何日、そっか12日が来るのは毎月本当に早いね。そして、J がミータンアットマーク、ももちゃんしかかたんさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がカホアットマーク、斉藤二光さん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がコバアットマーク、大西よしさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がさとちアットマーク、大西くんさん、ありがとうございました、イエイ、ありがとう。そしてこれタワーだね、きっと、ありがとう。あ、そうだ、忘れてた、最近の大西のタブレットは履歴が全く見れないんですよ。これ大西だけ？うん、履歴見れなくなってる。そんなことない？あ、みんな見れてる？あ、大西だけ見れないんだ。そうか、じゃあ大西だけだわ。ありがとう。1位の方ありがとう。じゃあ読んでいきます。ケージアットマーク58ヶ月毎日ありがとうさん、ケージさん、ケージさん、ケージさん、いる方はありがとうございます、ありがいるか、そのままありがいるか、ありがとうございます、イエイ、ありがとう、うん、ありがとう。58ヶ月って聞いたらなんか58ヶ月って聞いたらなんか
なんか全然って思わん。おいしい、まだ58ヶ月しかしてないんやと。58ヶ月ってなんか、ねえ、なんかあんまピンときへん、え、あ、あ、58か、えー、みたいな、なんかなんか絶妙よね、なんか138ヶ月とかやったらおーってなくなるけど、58ヶ月ってなってもおーみたいな。うん、なんかおもろいね。まあそんなこんなで、あとじゃあ2ヶ月で60ヶ月だね。ありがとう。8月だね。ありがとう。ということで、ということでじゃあ終わります。ありがとう。じゃあ終わります。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。バイバーイ。ありがとうございました。バイバイ。